皆さんこんばんは。石川カノンのキャノラジへようこそ。パーソナリティの石川カノンです。よろしくお願いいたします。早速ね、今日初めてラジオをねやっているんですけど、ぜひね、あのハッシュタグ石川カノンのキャノラジをつけて皆さん拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちなみにですが、あのそうですね、こう大体のやることは決めたんですけど、ほぼフリーとなっておりますまあできるかわかんないんですけど、想像以上に皆さんハッシュタグをつけてお便りをくださったので、そちらをね、あの最初は本当に全然来ないと思ってたんですけど、意外と来たので、こうなんならね全員の読み切れないぐらい来たので、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、まあね、今日は BGM をつけてラジオを行いたいと思います。その前に今日とてもこう時間がありまして、およそ10分ぐらいですかね、10分ぐらいでこう作った CM がございます。ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。いきます。ねえねえ、知ってた？ SK48 のキャノンティーこと石川かのちゃんラジオ始めたんだって。え、なんだって？ SKE のホームページでそんな情報はなかったよ。違うの、あなた知らないの？キャさんは非公式で勝手にやってるの。それ大丈夫なのか？大丈夫だって、みんな知ってるショールームのアプリでやってるんだもん。もうほんとあなた何も知らないのね。ごめん、俺キャノンティーの TO 失格だわ。で、いつやるの？今でしょ。石川カノンのキャノラジ、ただいま放送中。っておい、ネタ古いな。イエーイ。ということで今回 CM も作ってみました。まあね、本当に数十分で終わった編集で数十分で終わった編集でですね、すごく適当に時間があったので作ってみました。ぜひね、これ合間に使っていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。今 DMM 配信の方が行われてですね、私もさっきまで見てたんですけど、こちらねラジオを行っているので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、もう本当に何はともあれ、今回とてもお便りをいただきました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。早速ですが、ちょっとねコーナーの方からやっていきたいと思います。キャノンティーの推しどころ。はい、ということで、まあ、初回放送は今回ふつおたとキャノンティーの推しどころ、この2つのコーナーを用意いたしました。そこでですね、普通歌はね普通のお便りなんですけど、じゃあキャノンティーの推しどころってなんぞやというふうにね思われる方も多いと思います。キャノンティーの推しどころはですね、まあ、私の好きな人は私のことを好きになってくださったきっかけであったり、まあね、こういうこと、こういうところキャノンティーいいところだよっていうことを言っていただいて、でその発信をすることによって、まだ私のことをね知らない方にぜひ私のことを知っていただいたり、こういうところあるんだって知ってもらうきっかけになれたらいいなと思っております。ではまず読んでいきたいと思います。
埼玉県在住のラジオネーム島風ノーティーさん、ありがとうございます。キャさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。一言で言えば彩色兼備、クラシックバレエとピアノをベースにフルート、ギターなど楽器演奏も多彩です。おー、ありがとうございます。まあね、結構私のこと知ってくださったりとか好きになってくださるきっかけとしては、まあ、この楽器演奏っていうのはね結構大きいんじゃないかなと私の中でも思っておりまして、まあ、名前もね音がつきますし、はい、なんかそういう意味ではまあこう好きになってもらうきっかけになる人は多いのかな。ありがたいですけどね、本当に。ぜひね今後ともよろしくお願いいたします。ということで早速続いてのメッセージいきたいと思います。関西にお住まいのラジオネームしどろうさん、ありがとうございます。見た目お嬢様でバレエ、ピアノ、フルートなど多彩ながら気さくで同期のメンバーに慕われているところ、またショールームでうちらのつまらんコメントにも適度に反応してくれるところが押せるところです。おお、ありがとうございます。やっぱりここにも入ってますね、バレエ、ピアノ、フルート、やっぱりそこ大きいのかな、音楽っていうところは。うん、ありがとうございます。まあ、ショールームきっかけにこう演奏配信とかもしてるので、それで知ってくださったりとか、なんだろうね、プロフィールにも書いてあるかな。あとはあの一番最初にゼロポジに出た時にこうねフルートを吹かせていただいたりとかもあったので、 あと最近だとあれですね、おうち時間の YouTube を見てくださった方も多いんじゃないでしょうか。ちょっと私一個気になるところがありまして、このメッセージで同期のメンバーにも慕われているところ、私同期のメンバーに慕われてるんですかね。これはねちょっと疑問点ですね。果たして私はまあ最年長ではあるんですけど、同期には慕われているのかここはねちょっと私疑問点です。結構ね、まあ年齢いじりするメンバーもいますし、なんならねこの年の近いこうね藤本さんっていうねメンバーがいらっしゃるんですけど、彼女も、まあ、キャバーとか呼んでるので、私もね最近は冬バーとかね呼ばせていただいてるんですけど、仕返しにまあそんな感じでこう慕われてるかちょっと疑問なんですけど、ありがたいですありがとうございます。続いてコーナー最後の一人、東京都在住のラジオネーム情けの塩もなかさん、ありがとうございます。私のキャノティの好きなところは声です。オーディションの顔出しなしの時から推しているから説得力あるでしょ、あるよね、わら少し緊張気味だったけど凛とし真摯なコメントへの返信に心を奪われました。ありがとうございます。そうだよね、私ショールーム審査っていうかショールームのオーディションがまあね最初あったんですけど、そうなんです、最初顔出しなしでやっていて、まあ、そこからねこう他の、まあ、もちろんね今回全部は読み切れないんですけど、他のこうお便りも読ませていただいて、そしたらねやっぱり同じようにあの声が好きって言ってくださる方いて、私も昔はね声、自分の声とかすっごい嫌だったので、すごくねあのこの職業に、まあ、ついたからこそそれが好きって言ってもらえる人がねこういることはすごく嬉しいなと思っております。ありがとうございます本当にねこれはね嬉しいですね。これ今後もね声を使う仕事っていうのはもちろんたくさんあるので、
たくさん声を聞いていただけたら嬉しいです本当にありがとうございます。ということでね、あの次のコーナー行く前に、こう今回、まあ、せっかく作った CM なので、何度かこの CM を使わせていただきたいと思います。それでは行きます。ねえねえ、知ってた？ SK48 のキャノンっていうこと、石川かのちゃんラジオ始めたんだって。え、なんだって？ SKE のホームページにそんな情報はなかったよ。違うの、あなた知らないの？キャさんは非公式で勝手にやってるの。それ大丈夫なのか？大丈夫だって、みんな知ってるショールームのアプリでやってるんだもん。もうほんとあなた何も知らないのね。ごめん、俺キャノンティーの TO 失格だわ。で、いつやるの？今でしょ。石川かのんのキャノラジ、ただいま放送中。おい、ネタ古いな。はい、ありがとうございます。今回の放送でこれをね、またどこかで流していきたいと思いますということで、まあ、早速ラジオなんですけど、今回ショールームでのラジオということで、あの顔出しをしてるわけなんですよ。なので、まあ、せっかくなのでショールームのコメントも読んでいきたいと思います。あの果たして私が本当に慕われてそうなのかっていうこともね、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。あ、ちっかうんのが可愛いって、ありがとうございます。そう、 CM ですね、ありがとうございます癒しボイスですか？本当ですか？声押しどころ、ありがたいですね。これはありがとうございます。林先生は愛知県出身。おお、ちょうどいい公式で行っております。こちら石川かのんのキャノラジです。ぜひよろしくお願いいたします。完成度が初回にして高すぎませんって。本当ですか？ありがとうございます。ちょっとね、思ったんですけど、でも準備が結構あるなと思って、あのこれを毎回できるかっていうのはちょっとね、あの私は分からないです、正直。ただ今やっているという、やってみたって感じです。はい、ラジオやってみた、ラジオ勝手にやってみた。キャさんの声めっちゃ癒される、ありがとうございます。嬉しいですね。こう今後またコメントもね、読んでいきたいので、てかね、うん、こう全部読まなくても、まあね、目で通していきたいと思うので、ぜひ皆さんこの後も引き続きコメントの方よろしくお願いします。そしてハッシュタグ石川かのんのキャノラジ、こちらね、あのショールームのテロップにもなっておりますので、ぜひそちらをつけて拡散していただけたら、こう投稿も見ますのでね、よろしくお願いいたします。それでは次のコーナー行きたいと思います。ふつおたー。はい、今回はね、この普通おた、普通のお便りがね、もちろんこうまだコーナーが少ないということもあって結構多かったですね。はい、本当にありがとうございます。で、以前この番組のこうコメント、お便りを募集するにあたって、新コーナー、まだ2つしかコーナーがないので、新しいコーナーをぜひ考えてほしいというふうにこう言わせていただきました。まあ、そちらはそちらでね、また別でちょっと紹介していきたいと思います。その他の普通おたを、本当の普通のお便りを、ちょっとね、読んでいきたいと思います。では1通目、あ、この方ね、ちょっとね、あ、まず読もうかな。東海地方にお住まいのニルケさん、ありがとうございます。キャノラジすごくいい企画ですね。
ネットを使った発信の可能性を探り続けるキャさん、本当にかっこいい。キャラは全然違うけど従来のカオタンを思い出します。頑張れということでね、ありがとうございます。ニルケさんね、本当にびっくりしたのが、私がこのラジオやりますってなんか急に言い出して、急になんかやろうかなみたいな感じでこう言い出したんですけど、それがね多分2日前ぐらいかななんですけど、リルケさんはその2日前のもう私が多分ショールームでやりますって言ったぐらいかな、その後なんかちょっと分かんないんですけど、もうすぐ一番最初にコメントお便りをくださって、めちゃめちゃ早くてびっくりしました。でも逆になんか不安だったんですよ、本当にお便り来るのかなみたいな不安もあって、だから逆にニルケさんから来たから、あ、いつはあるみたいな感じでなったので、まあそうですね、逆にいつしか来なかったらどうしようみたいな思いもあったんですけど、ありがたかったです。ありがとうございます。ということで今回読ませていただきました。そうですね、あの従来のカオタンさんと言っていただいてありがとうございます。本当にカオタンさんはね、もう本当全然私なんかよりもすごい人なんですけど、あの正直あんまりそうなんだろうね、こう関わりっていうのはそんなになかったですね。でもカオタンさんは本当に動画での発信をもともとやられていたので、ググタスだっけ、あれはそうだから本当にそれはすごいなって思っていて、まだだって YouTube とか YouTuber がまだこう来る前だったじゃないですか、全然 YouTube すら来てない段階でああいうのをやられてたっていうのは本当にすごいと思っていまして、本当に時代の先読みですよね。まあ、それででも本当に成功されているのですごいなと思っています。まあ、ただそんなにさっきも言ったんですけど、あんまり関わりがなくて、というのも私、入ったのが2018年ですね。カオタンさんの卒業コンサートが2019年にあったんですけど、そうですね、卒業コンサートに私は出ていなくてですね、理由としては大学4年生だったということもあって、卒業論文に関してのこう絶対に行かなくちゃいけない日みたいなのがあって、この日だけはこう大学行かないと大学落ちるので行かせてくださいみたいな日が1日あったんですね。その日ともう本当にどんかぶりでカオタンさんの卒コンがあったので、それ以外の日は本当に暇だったんですけど、なんと本番のみかぶってしまうという事態が起きてしまって、私入ったばっかりの時だったんですけど、入ってすぐの大きいコンサートでこう出れないということになってしまいました。だから最初からあの場にいたら私こうまあね、9期生での踊りとかもやってたと思うんだけど、あれどこら辺のポジションにいたんだろうなとか今でも思ったりしますけどね。でも一度だけ実はカオタンさんとちょっと関わったことがありまして、本当に唯一こう一対一で目を合わせたという時が一回ありまして、それがこうヘアメイクさんのところに座っている時かな。まあね、SK48 というかまあ他のアイドルもそうだと思うんですけど、まあいろいろ撮影があるわけなんですよ。撮影というのはなんだろうな、例えばこう今で言うとパッションフォーユーであったり、大富豪は終わらないであったり、アイドルデイズとか、そういういろんなこうゲームに関することだったり、あとはまあね、ジャケ写じゃないな、壁写、プロフィール写真とか、こう定期的にいろんなこう撮影があるんですね。だからまあそこで先輩方とお会いする機会っていうのもあって、まあ、純不動で名前こう呼ばれてスケジュール組まれたりするんですけど、その最初の時がカボタンさんと一緒で、で私がこう前髪作ってたんですけど、ちょっと長かったんですよね、多分長くて、こうなんて言うんだろうな、こうストーンって、短かったらストーンって巻かずにやってもいいんですけど、
ある程度長かったのでクルンってやってたんですよ。でもクルンってやってた時の、あの 空白っていうのかな、あの巻きすぎみたいになっていて、なんかそれがおかしいとこうご指摘いただきまして、カウタンさんから、いやそれおかしいよみたいな、前髪巻くならもっと短くした方がいいよみたいな、絶対それおかしいって、ちょっと本当に写真撮るからって言って、あの写真を撮られたんですよ。ねこれやばいってみたいな言われて、それ今でも覚えてるんですけど、でも正直本当に申し訳ないんですけど、こうグループのことは私あんまり知らなくて、まあ唯一知ってたのが須田さんと松井ジュリナさんの2人だったんですよ。で、あの他のメンバーに関しては一切知らなくて、あ、こんな先輩いるんだみたいな、今でこそカウタンさんの性格というか、あのキャラクターを知ってるので全然なんかあの普通なんですけど、何も知らない状態だったので、なんかそれがこうびっくりしちゃって、私の中でえみたいな、なんかなんだろう、え、こういう先輩たちばっかなのかなみたいな感じで、こうなんだろう、こうすごく言っていただいたことは嬉しかったんですけど、なんか急にあーって言われたことに対して私がびっくりしちゃって、そうすごいねありがたかったんですけど、なんかそれがね衝撃的というか、まあ、最初で最後の関わりだったんですけどそんなことがありました。はい、思い出させてくださってありがとうございます。ということで次のお便りに行きたいと思います。東京都にお住まいの雪見大福1個ちょうだいさん、あげないですけどね、ありがとうございます。キャノラジ毎回家族全員で聞いています。あーそうなんですか、ちょっとね今回キャノラジ初回放送という、まあ、ことなんですけどね、毎回家族全員で聞いてますってことでね、まあちょっとありがとうございますお突然ですが、キャさんは占いを信じますか？朝の情報番組の星座占いで1位だったのに別のチャンネルをつけたら12位でした。いい結果の方を信じればいいと言われたので、悪い結果を見た記憶を削除したいのですが、どうしたら忘れられますか？なるほど、占いですね。朝の情報番組の占いか。私はね結構そうですね、悪い結果を見たくないので、こうある程度の順位まで見て、最後ら辺に1位と12位って出されるじゃないですか。でもしこう2位から11位まで最初に今出たとして、次に1位出たとして、まだ私は池座なんですけど、池座がないってなったら、あの消すかチャンネルを変えます。はい、12位だと信じたくないのに。でもこのさ、このメッセージを読む限りは、いい結果の方を信じればいいと言われたので、悪い結果を見た記憶を削除したいのですがって、こうどうしたら忘れられますかって来てるので、正直別にいい結果の方を信じればいいんじゃないですかね1位と12位があったってことでしょ、朝2個の占いを見て。でいい結果を信じればいいだけなので、別に12位だったっていうことを忘れる必要ないのかなって思いますね。あの1位と12位を見た上での1位なので、それはいい結果の方が信じればいいと言われてそれを思ってるならと思いましたので、別に忘れる必要はないのかなと思いました。はい、ありがとうございました。はい、ということで次に行きたいと思います。東京都在住のラジオネームガミックさん、ありがとうございます。キャノラジスタートおめでとうございます。ありがとうございます。キャさんはフルートやピアノなど楽器演奏を披露されていますが、何種類の楽器を演奏されるんですか？またこれから挑戦したい楽器があれば教えてください、ということでありがとうございます。そうですね、あのこのメッセージを送ってくださってる時、メモ帳に書いてスクショでもいいのかなって来てるんですけど、全然大丈夫です。あのメッセージ多くなったらね、全然こう
まあ全然多くなくてもスクショでもいいんですけど、はい、大丈夫です、ありがとうございます。そうですね、何種類の楽器か、まあフルート関係だとまずピッコロかな。でも意外とフルートやってる人ってね、ピッコロできるとは限らないんですよ。でもまあピッコロも一応担当してたので吹奏楽部時代に、まあそれを含めるとフルート、ピッコロ、まあピアノでいうとキーボードもやってましたね。ちょっとせこいかもしれないんですけどこうね、まあキーボードはバンドでやっていたので、はい、やらせていただいてました。あとはね、まあギターだね。ギターもちょっとずるく言うと、ギターと一言で表さずに言うとアコースティックギターとエレキギターかなをやってたね。そう、しかも実際ねちょっと違くて、こうリズムじゃんなんだじゃん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 みたいな一定のリズムを刻む系と、メロディー、こう実際のなんだろうな、一個の音程でもなんでもいいんですけど、なんかメロディーのを演奏するギターってどっちもいると思うんですよ。どっちもやってるので、アコギはまあこう弾き語りとかするとねどうしてもリズム系になると思うんだけど、でも私はこうバンドでメロディー系もやっていたので、はい、そうですね、リードギターですね、リードギターをやっていたので、まあそれを含めると2個かなって感じですね。あとはそうだな、ちょっとだけドラムもやってました。ドラムはそうですね、まあ、高校の頃ガールズバンドこうやってたんですけど、ドラムはね、なんかバンドのメンバーの中でこう入れ替えをしようみたいな、何曲か入れ替えをしようみたいなこう計画をしたんですよ。で私はその中でドラムをやりました。だから何曲かは演奏したことあるよぐらいです。正直ステージ何曲かやったことあるよぐらいに思っていただけたら嬉しいです。あとはなんだろうな、お家にあるのだったね、カホンとかあるけどね、カホン、まあでも言うてそんなにやってるほどでもないけど、一応あのずるいので入れておきますあとは、まあ、誕生日でこうバイオリンを買ってもらったことがあるんですけど、まあ、別にねバイオリンはそんななんかこうちゃんとやりたいかなみたいな感じじゃなかったんですよ。だから本当になんかまあ比較的安めのやつを買ってもらって、なんかこう教えてもらったりとかこう習ったりとかもしてなかったので、で周りにできる人もそんなにいなかったので、なんか全然やらずに終わっちゃいましたね。眠ってます、申し訳ない。あとはね、あの指ピアノっていうのがお家にありましてですね、ちょっと今はちょっと壊れかけてるというか、指ピアノって何って思うかもしれないんですけど、こう木の箱みたいになってるやつがあって、でそれの上になんて言うんだろうな、線みたいな棒みたいなのがあって、まあ、鍵盤みたいな感じですね。それを指で弾いた音が出るやつなんですけど、まあ、それをね昔ハマってやってましたね。でもなんかあのその鍵盤が本当に棒、薄い棒だから結構ずれちゃったりすると音程が変わっちゃうんですよ。だからちゃんとした指ピアノは今お家にないので、まあ、全然できてない状態なんですけど、前はやってたかなって感じです。でこれから挑戦したい楽器があれば教えてください。そうですね、これからまあ普通にやってた、まあ、今やってるこうギターであったりドラムをもっと上手くしたいっていうのもあるし、まあ、せっかくならベースもやりたいかなみたいな、こうバンドであるものをコンプリートしたいなみたいな気持ちはあります。はい、ありがとうございました。では続いて、長野県在住のラジオネームかんさん、ありがとうございます。キャさんの素敵な弾き語り配信から影響を受けてギターに興味が湧き始めようとしています。おお。最初に覚えた曲は何ですか？不器用太陽を弾き語りしたいな。もうありがとうございます。弾き語りですね、まあね、なんか趣味としていいよね。しかも今お家にいる時間が多いと思うので、こう楽器さえあれば結構
こうパソコンとか U フレットとかで見ながら弾き語りっていうのはね全然できると思うのでいいと思います。私が初めて覚えた曲はスピッツのチェリーです。スピッツさん改めて最近ちょっとね聞いたりしててやっぱいいなと思うんですけど、スピッツのチェリーはまあ結構コードが簡単、何種類しかないっていうのと、あと F っていうね、 F っていうのファの音なんですけど、その F の音が結構ギターやってる人からしたらなんだろ難しいみたいな、やめるきっかけにもなる、そう、そこで諦める人が多いコードランキング多分トップぐらいにいると思うんですけど、その F が入ってるんですよ。でも意外とそれさえできちゃえば他の曲もできるから、そうって考えたらスピッツのチェリーすごくいいと思うので、私はスピッツのチェリーをねおすすめします、はい、ぜひねこうやってみてください。楽しいと思いますよ、弾き語りできたら、うん、ありがとうございます。それでは次、神奈川県在住のまさきさん、ありがとうございます。キャさんの楽器配信が大好きです。おー、ありがとうございます。10期生にも楽器弾いたり曲を作ってるメンバーいますよ。青木りかさんはバンド経験者で坂道シリーズ大好き、よく配信で乃木坂のダンスを踊っています。 SKE の旧10期生でバンド組むのはいかがですか、ということでありがとうございます。もうすでにね10期生まで手を出してるんですね皆様ありがとうございます。でもまあね、そうですね、ナーヤン9期生でいうとナーヤンがまあドラムできたりとか、まあね一回ねちょっとこう一緒にやったことがあったんだけど、事務所にドラムがあるのでそれをね使ってちょっと私もなんかバンドできるし、そうですね、10期ちゃんにもまあ楽器できる人とかいると聞いてるので、私もバンドやりたいですね。バンドはグループであったらいいんじゃないみたいなこともちょっと前に辞めたスタッフさんからも私はこう言われてて、え、作ってくださいって感じだったんですけどもういなくなっちゃったんですけど、そう、でもやりたいんですよね。ただ私ね結構研究生だしこう入ってからそんなに経ってないじゃないですか。SKE って割とね良くも悪くも年功序列なところあると思うんですよ、私は客観的に見てね。こう結構最初の頃とかはああいうのやった方がいいんじゃないかとか、あ、こういうのやりたいみたいな、こういうのやったら、まあ、それこそ私はね結構 SNS 系の発信とかさせていただいてて、こういうのやったらいいんじゃないかみたいなのも最初は結構スタッフさんに言ってたんですけど、やっぱりねこう、まあ、なかなかある程度のところ行かないとなっていうもので止まってしまうものが多くて、っていうのもこう何年かいたりとか、まあ、ある程度のまあそうですね、うんだからこう今の段階で研究生でバンドしたい、まあ先輩がいたらあれかもしれないけど、先輩が言ってたらまだありそうだけど、今バンドしたいって言ってできるのかって言われたらちょっと私は難しいっていう方が、大きいのかなって思うんですけど、でも逆に視点を変えてみると、例えばさ、お仕事でできないならこうプライベート趣味でみんなで集まって、え、ちょっとバンドやろうよみたいな話しかけて、みんなでちょっとバンドを密かにやるみたいなちょっと私はね高校の頃よくスタジオとか借りて、まあ、結構地元がスタジオとかが多かったので、こうなんかそういうところとか、まあ、別に事務所でもいいんですけど、なんかそういうところを借りて、なんかみんなでちょっとやってるぜみたいな感じにして、気を引かせる気を引かせれば、なんかちょっとなんだろう、これ仕事にできそうじゃないかって思ってもらえるように、こうちょっと趣味でだからやって、遊びとしてやって、
こう別に直接は言わないよ、直接は言わないけどだからなんかちょっと裏でやって、なんか劇場公演とかで、あ、この間一緒にちょっと曲やったんですよみたいな、何々やってみたいな MC とかで言っていけばね、ちょっとなんかつながるのかなって思ってます。はい、ありがとうございました。そうですね、ちょっともうすでに30分以上過ぎてるので最後にしようかな。あの新しいコーナーとかはねまだ残ってるので、普通をたらすいきたいと思います。愛知県にお住まいのキャさん応援したいさんありがとうございます。いつもキャさんの声を楽しみに聞いています、ありがとうございます。質問です。 SK の先輩で菅さんの次に好きな先輩は誰ですか、またどうしてその先輩が、あ、パイセンがって書いてる、パイセンが好きなんですか。なるほど、ありがとうございます。そうですね、まあ、須田さんが一番好きと言わせていただいてるんですけど、あの実はですねこれ公演の MC で一回言ったことがあって、なあこう多分もしかしたらこの質問は現メンバーでっていうことかもしれないんですけど、こう元を含めると野々垣さんですね。野々垣さんのこう卒業発表の日かな、こう生誕祭に出させて、生誕祭、あ違う、うん、そうだそうそうそう、生誕祭に出させていただいた時にの MC で、私須田さんの好きっていうのは野々垣さんも知ってたので、それは前からこう私もね言わせていただいてたので、それは野々垣さんも知ってて、でも須田さんの次に好きですっていう話をねしていましたなので野々垣さんですね。どうしてその配線が好きなんですかということで、まず顔がね好きだな顔可愛いじゃん、私あの顔で生まれたいっていうぐらい、本当になんか美白だし、本当にねなんかもう、うん、顔のパーツも好きだし、体もねいつも引き締まってるし、ね、可愛いし、なんかもうちゃんとねダンスとかもすごい上手いし、すごいなんか後輩思いっていうか、本当に私のこともねいろいろあのラーメンとかタピオカとか連れて行ってくださったりとかしてくださったの、本当に優しいので、はい大好きです。そう昔こう野々垣さんと倉島さんと一緒にタピオカ飲みに行ったんですけど、また行きたいですねはい、ということで以上ふつおたでした。ねえねえ知ってた、 SK48 のキャノンキーこと石川かのんちゃんラジオ始めたんだって。え、なんだって、 SKE のホームページにそんな情報はなかったよ。違うの、あなた知らないの、キャさんは非公式で勝手にやってるの。それ大丈夫なのか。大丈夫だって、みんな知ってるショールームのアプリでやってるんだもん。もうほんとあなた何も知らないのね。ごめん、俺キャノンティーの TO 失格だわ。で、いつやるの。今でしょ。石川かのんのキャノラジただいま放送中。っておい、ネタ古いな。ここでニュースをお伝えします。おととい午後8時ごろ、ショールームにて新しいラジオ番組の放送が発表されました。その名も石川かのんのキャノラジ。この番組は SKE48 の石川かのんさんの非公式ラジオだそうです。番組名は石川かのんのショールームのコメントで決めたということです。本日午後8時からこの放送が始まりました。現在本人と中継をつないでいます。石川さん、はい、今初回放送中だと思うんですけど、心境はいかがですか。そうですね、結構いろんな方が見てくださって、何よりあのお便りが多くてびっくりしました。嬉しいです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。そうですね、この番組非公式だとお聞きしたのですが、あ、
そうなんです、あの勝手にやってるんです。だから公式の番組になってほしいなって思ってます。なるほど、公式になったらどこのラジオ局がいいとかあるんですか？そうですね、まあ私は千葉県に住んでるのでベイエフエムとか、あとはまあいつもお世話になっている東海ラジオさんとか、日本放送だったらオールナイトニッポンって名前変更してもいいかも。そうですね、あと TBS ラジオとか文化放送でもいいかなって思っています。なるほど、ありがとうございます。あなたのレベルでは無理ですけど引き続き頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。いや初回とは思えないほどね堂々とした表情が見えましたけど、まあ、今後も頑張ってほしいですね。こちらハッシュタグ石川かのんのキャノラジで感想をお待ちしているようなので、皆さん放送が終わったらぜひ、あ放送中でもねぜひあのコメントを受け付けておりますので、ぜひメッセージを送ってください。以上ニュースをお伝えしました。はい、ということでちょっとコメントをちょっと読んでいこうかな。うん、コメント読んでいきたいと思います。なるほどね、みつきちさんにぜひ、はい、全方面にいろんなところにこうキャスターキャスターちょっとね辛口なんですよね。もうちょっとね優しくしてくれてもいいんじゃないかなって思ったんですけど、うん、文化放送で大学の時の草野球仲間がアナウンサーしてる。おお、私もそうですね、このラジオをやろうと思ったきっかけもこう大学でまあ放送研究会やってたし、こうね良い仕事したいなみたいに思って、こうね普通になんか楽しいし趣味で勝手にやらせていただいてるんですけど、やっぱりサークルとかそういう系だとね特にもっと多いですよ、周りアナウンサーになった、あとミスコンに出てたので、そういう意味では周りアナウンサーの人すごい多くて頑張ってるなって思いますね。うん、すごいです本当に。斬新ということでね、ちょっと2役、まあ、CM の方もね2役させていただいてるんですけどね、ありがとうございます。楽しいし楽しそうだし何よりです、ありがとうございます。おお、レギュラー化してほしいということでね、うん、ちょっと考えますね。なんかさすごい難しいなって思うのがさ、これ毎週やってもいいんですけど、なんていうの、何より非公式なんですよ。公式だったら毎週その予定で入れられるんですけど、まあ、非公式ならではとかと言いますか、非公式だとやっぱりこう次の日とか当日とかに結構お仕事が普通に入ったりするんですよ。だからね早速なんですけど、来週ちょっとやろうかなと思ったんですけど、曜日的にちょっとね仕事の関係でちょっと難しいかななんて思ったりもして、なんかねそう非公式ならではのこの必ずできるわけではないという、はい、感じで、もしね定期的にやるとしてもこうこの週の何時からって言った方が面白いじゃない、いいよって言われたんですけど、そういうところも含めてねあるのでよろしくお願いします。あ、ゲリラでも面白い、なるほど、ゲリラじゃあ定期的にハッシュタグ、まあ大体みんなに知ってもらえた感じだになったら、まあ、今日で知ってもらえるかな、ハッシュタグとかもね常に募集してレギュラーか、レギュラーって言ってもまた、ゲリラか分かんないんですけど、まあ、今後はねちょっと分かんないんですけど、やっていけたらいいなとは思います。はい、ありがとうございます。
では続いてのコーナーに行きたいと思います。ふつおたーかっこ新しいコーナー。はい、こちらはですね、まあ、ふつおたのコーナーなんですけど、この初回放送をやるにあたって、まあまだコーナーが少ない、最初にやらせていただいたキャノンティーの推しどころっていうねコーナーがあったりとか、ふつおたがあるんですけど、まだ2つしかコーナーがないよということで、皆さんから募集しちゃおうというね、企画でございます。それはね、ふつおたに送ってくださいと言ったので、送ってくださった方がねいらっしゃいましたので、読んでいきたいと思います。ではまず茨城県在住のノブさん、ありがとうございます。48や46の曲、歌のリクエストを募って、自宅ならカラオケで、実家なら生演奏等で、その歌を披露できるようなリクエストコーナーが欲しいです。ありがとうございます。そうですね、いいですね、生演奏いいよね。まあ、普段の配信でもやらせていただいてるんですけど、ラジオのコーナーとしてもあったら、まあ一曲とかできたらいいなって思います。ただね、自宅、まあ、名古屋の家だと普通に物音だけでもこう隣聞こえちゃうぐらい結構壁が薄いので、まあ、実家だけになってしまう可能性はあるんですけど、カラオケだったりとか弾き語りだったりとか、まあ、フルートだったりとかピアノ、まあ、いろんなね、生演奏とかこうねできると思うので、歌とかもねやっていけたらいいなと思うので、これは採用でいいんじゃないですかね。うんいいと思います、すごく。はい、まあリクエストあったらね、だからどうしようかな、ハッシュタグを決めてこっかな。じゃあハッシュタグを決めていこう、新しいハッシュタグを。あの前回書かせていただいたコーナーがふつおたとキャノンティーの推しどころっていうのがあるんですけど、はい、キャノンティーの生演奏とかにするコーナー名決めちゃった。わかりやすいかな、生演奏。あ、でも歌もあるのか、キャノンティーの、なんだろうね、キャノンティーの音楽教室、キャノンティーのミュージック、何がいいですかね。新しいコーナーとしてちょっとこれは入れてもいいんじゃないかなと思います。生音、生音ね、キャサンライブ、あ、なんかあれだね、キャノン、確かにライブ、ライブとかいいな、確かにキャノンティーの生ライブとかはフ夜だけラジオ体操第一、これはもうラジオ体操に限定されますか。キャノンティーのミニライブいいんじゃない。うん、確かにミニライブだもんね。ちょっとだからラジオの中の一つだから、そんなに長くはできないと思うので、キャノンティーのミニライブでいいんじゃないかな。うんたくさんコメントありがとうございます。ワンマンライブとどっちがいいかな。ワンマンもいいな。キャノンティーのどうしよっか、どっちでも最初にあったからミニライブにしようかな。キャノンティーのミニライブ、
それは歌ったり演奏したりしますというねコーナーにしたいと思います。ね、ぜひリクエストもお待ちしております。はい、1個増えました。ペノンティのミニライブが増えました。もうね、歌ったり演奏したりするのでぜひね今後、まあただ大人の事情でこう曲がね限られちゃうんですけど、全然知らないこうアーティスト、知ってるっていうかなんていうの、こうバンドさんだったりとかソロのアーティストさんだったりとかはちょっとね大人の事情で歌えないんですけど、まあそこはねこう知った上で送っていただけたら嬉しいです。普段やってる曲とかでもね、これまたやってほしい、ラジオでもやってほしいっていうのがあったらぜひよろしくお願いします。踊りっていうねコメントも来てるんですけどね、一応ラジオっていうことなのでそこはよろしくお願いします見えない踊りをしてもいいんですけどね。はい、リクエストありがとうございます。続いてのリクエストで最後にしようかな。時間的にね1時間経っちゃうね。うん、関西にお住まいのラジオネームちさちゃん、石川かのん様、おお、お元気ですか。はい、私は元気です。おお、よかった。ラジオ番組楽しみにしています。私のラジオ企画案としまして、私のお気に入りベスト3発表をお願いしたいです。テーマは毎回変えて、ありがとうございます。なるほどね、お気に入りベスト3、例えばなんだろうね、私がまあよくこう分かりやすく言うと曲のベスト3だったりとか、なんだろうね、最近映画にハマってるから映画のベスト3とかもいいよね。食べ物ベスト3とか何でもいいんだけど、そうですね、なんか本当にくだらないそういうなんか食べ物、くだらなくはないか、まあ、なんだろう、ちっちゃいことでもいいのでベスト3っていうのはうんいいんじゃない、いいと思います。どうでしょう、私はお気に入りベスト3いいと思いますね。ということで、まあ、採用にしたいと思うんですけど、再びこの試練といいますか、まあ、名前がね決まらないということで続いてのコーナーはそうですね、ベスト3、ベスト3、キャノンティのベスト3、全部キャノンティのなんとかになっちゃうねどうですかね、コメントちょっと見てみようかな。ベスト3は小さければ小さいほど楽しそう。そうね、そうそうそう、全然ラジオっぽいしね、その方が全然壮大なって言い方あれだけど、うん、そういうのでもいいですけどね。キャさんに1いいんじゃないキャさんに1いいと思いますよ。しキャさん、キャニー、キャ1のコーナー、そういう系いいね早いな。キャさんに1にしようかな。どっちもすごいいい。私ランキングって分かった方がいいのかな。ワンツーシーだけよろしくいいですね。いや私はねちょっとねこのセンスは好きです。キャさん2、1にします。早い。
トゥルルルトゥルーンも用意しておけばよかったな今日な。あの何個かねそういう系のこう効果音みたいなの持ってるんですけど、そこまではちょっと準備してなかったですね。はい、はい、ということで企画というかコーナーが4つになりました。ヒョノンキーのそうだな、お気に入りベスト3を発表。新しくできました。ちょっとねキャ321というコーナーをつけました。これはねキャノンティーのお気に入りベスト3をねこう皆さんに発表したいと思います。なのでこうあのそのなんだろうな、さっき言ったように曲だったりとか食べ物だったりとか場所であったりとか、そういうねあのお気に入りの元となる何かを募集します。ぜひよろしくお願いします。ということで時間も時間なのでね、以上ふつおたのかっこコーナー決めでした。ねえねえ知ってた？ベスキー48のチャランキーこと石川かのちゃんラジオ始めたんだって。え？なんだって？ベスキーのホームページにそんな情報はなかったよ。ちっか。ねえねえ知ってた？ベスキー48のチャランキーこと石川かのちゃんラジオ始めたんだって。え？なんだって？ベスキーのホームページにそんな情報はなかったよ。ちっか。うんの。あなた知らないの？キャさんは非公式で勝手にやってるの。それ大丈夫なのか。大丈夫だってみんな知ってるショールームのアプリでやってるんだもん。もうほんとあなた何も知らないのね。ごめん、俺キャノンティーの TO 失格だわ。でいつやるの。今でしょ。石川かのんのキャノラジただいま放送中。っておいネタ古いな。はい、ということで、放送開始の8時からおよそ1時間が経とうとしています。たくさんのメッセージありがとうございます。本当にたくさん来て、正直あの全部読み切れなかったんですけど、今後またやる時にもね読んでいきたいと思うので、引き続き、たくさんのお便りお待ちしております。それでは最後にお知らせをいくつかしたいと思います。現在ファッションフォーユーという SKE48 のグループ、ゲーム内で行われているイベントに参加させていただいております。4位内に入れたらグラビア&増刊号の表紙に掲載されます。このゲーム内で手に入るリクエスト券を手に入れたら、ぜひ私石川かのんに投票していただけると嬉しいです。自分の推しメンや、今回参加していない、特に投票する人いないかなみたいなね、方がいて、迷われてる方とかもね、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。初心者だとわからないことあると思っていて、私もね今回結構、ほぼ初心者の状態でやってたんですけど、わからないことたくさんあると思うので、何かあったらぜひハッシュタグ石川かのんとファッション4U で P4U ですね、キャノンティーと P4U ですね、 P4U、ファッション4U という意味なんですけど、そちらで、ツイートだったりなんだりしていただいて、助け合いをしていただけたら嬉しいです。
そして SKE48 の大富豪は終わらないというアプリもやっています。こちらは大富豪のやり方が分かっていれば誰でも簡単にできるゲームとなっております。私は現在3と8のつく日に3と8ですのつく日に5日に1回に大富豪をしています。これはねメンバーと対戦できるチャンスもあったりするのでぜひ一緒にプレイしましょう。そして最後におうち時間が増えている今、SKE48 のメンバーがレッツステイホームと題しておうち時間の過ごし方について YouTube に動画投稿しています。私は楽器演奏の練習風景をお見せしました。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。その他医療従事者の皆様に向けてのメッセージだったりお家で握手会といった動画も出しているのでぜひよろしくお願いいたします。それではお別れの時間となりました。ちょっとコメントを読んで終わりにしようかな。せっかくなのでねエンディングにお知らせ入れるのラジオっぽい。ありがとうございます。よかったらそうですね感想なんかもねハッシュタグ石川かののキャノラジでつけていただけたらもちろん今でも嬉しいんですけどよろしくお願いします。早いということでね私も早かったですね。でも1時間がちょうどいいのかな。30分とかもちょっと考えたんですけど意外とねこの今回全然全部のお便り読んでるわけでもなくこのぐらい経ったのでまあやっぱ1時間の方がいいのかなと思いますね。ただ喋り続けるので結構1時間以上まあ全然いいんですけど今後毎回こう結構やるなら1時間がちょうどいいのかなとは。さっきのどっちかな、こっちかな。できたコーナーも増やしましたのでぜひよろしくお願いします。ふつおたキャノッティの推しどころ、キャノッティのミニライブ、キャ321ということでふつおたを普通のお便り、キャノッティの推しどころは、まあ、私の好きなところとか好きになったきっかけのところを、言ってもらうことで、まあ、新しいねファンの方が私のどんなこういいところがあるって言ったら、まあ、私が言うのもあれですけどあるのか知ってもらえるかなと思って作りました。キャノンティのミニライブはそうですね歌ったり演奏したりするのでぜひリクエストお待ちしております。普段やっているまあ曲でもいいし、まあ、ただこう違うアーティストさんとかになると大人の事情でできなかったりするので、まあ、そこはねご了承というかご理解いただいてた上でこうリクエストいただけたら嬉しいです。キャ321というコーナーは私のキャノンティーのお気に入りベスト3を発表いたします。こちらは食べ物だったり曲だったりこう何でもいいのでこういうベスト3なんか聞きたいなとかこう企画になったら面白いんじゃないかなみたいなことがあったらぜひ送ってください。そしてメッセージの送る方法なんですけど、ハッシュタグ石川かのんのキャノラジをつけて、キャノラジはひらがなですね全部、ラジオ名住んでるところコーナー名を書いて、その下に、まあ、下でも上でも何でもいいんですけど、本文を書いていただけたら嬉しいです。今日途中でもあったんですけど、まあ、メモ帳からスクリーンショットして送るとかでも全然構いません。そちらはお任せします。住んでるところもね書きたくなかったら全然書かなくてもいいんですけど、まあラジオっぽいかなと思って入れただけなので、はい、ぜひまたお便りお待ちのでぜひよろしくお願いします。もうそろそろ終わりにしますね。本格的で楽しかったとか初回と思わないクオリティだったよっていうのはありがたいですね。ね、1時間がちょうどいいかもね。今後ね CM いっぱい聞けると思うのでよろしくお願いします。本当に適当に作った、なんかもともと動画編集とかも好きでやっていたのでそれの音楽こう音だけバージョン
を作っただけなんですけど、まあ、放送研究時代会時代も CM 作ったりとかもしてたので、番組の企画だったりね、まあ、原稿書いたりしてたので、久々にこういうことができて私自身楽しかったなと思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いします。ラジオ化できたらいいですね。はい、ということで本当にお別れの時間となりました。石川かのんのキャノラジ、いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただいていたら嬉しいです。それではバイバーイ。はい、ショールームを見てくださってありがとうございました。またね、ありがとう、バイバーイ。ギフトとかもありがとうございました。ちょっとね、壇上もねちゃんと見るのでありがとうございました。